まあ、あの神社には手水屋と呼ばれる手を清めるところがありますけれども、山爪神社にもございます。あのこちらはですね、女神湧水という名前がついておりまして、文字通り姫神、八女津姫という姫神を祀ってございますので、姫神の水ということで、こちらがですね、女神湧水になっております。大変あの澄んできれいで、あの飲むこともできます。これが不思議なことでですね、今まで一回も枯れたことがない。そしてどんな大雨の時も、どんな日照りの時も、この水量が一定だということなんですね。絶対に枯れない縁起のいい水として皆さんに親しまれております。はい、商売繁盛、濁らない水でございます。絶対に濁らないというのが不思議なんですよね。これだけ山の中のですね、湧き水でありながら、コンコンと湧いてるわけでもない。そうなんです。はい。そうなんですね。だいたいこれ、このぐらいですね。はい。溢れることもない。枯れることもない。はい。よいしょ。まずこちらの神様に、3回水をかける。私は小さい頃から教わっております。はい。そして、まあ、これは普通の通常の神社みたいに、左手を清め、右手を清め、そしてそして最後にこの手を清めると、このようにして行っております。